はい、短期決戦です。6月5日8時22分です。第1386回、ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6の予想ね。ロト6過去10回と、ロト7過去2回と、ミニロト過去2回から、重複をチェックします。で、過去10回で1が何個あるか、2が何個あるか。で、今後6回、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で、今後6回、1が何個あるか、2が何個あるか。で、ボーナス数字もチェックします。で、過去10回で、10回中5回が43、10回中5回1回ボーナス数字が24、10回中4回が12、10回中4回2回ボーナス、1回ボーナス数字が9、10回中4回2回ボーナス数字が32。ボロ儲けじゃないよ。10回中2回が3、4、5、13、15、19、26、25。26、25って。25、26、35、38。10回中2回1回ボーナス数字が20、25、40。6回中4回1回ボーナス数字が27。6回中3回が6。6回中3回1回ボーナス数字が3。6回中2回が2、5、23、28、35、43。6回中2回1回ボーナス数字が14、17、19。で、過去10回抽出数字。過去10回抽出数字を書き出します。過去10回で使われている数字を全部書き出します。で、今後6回で使われている数字を全部書き出します。それを合体させると、全抽出数字。全部使われている数字を書き出します。これ6も使われてるんだよね。で、前回の数字からの連想展開。前回の数字を赤で示して、そこをね、オレンジ色で、その周辺をオレンジ色で塗ったの。そうするとこんな感じになるんだけど、前半後半って考え方するんだよ。うん。そうすると空白部分があるじゃん。前回使われてなかった数字で空白部分が出やすいんだよ。うん、3はね、3は前回も使ってたから、3はね、3、13、前々回に3、13って使って、43、40、3、13、43って使ってんだよね。3、13、43。前回が43、23。あ、43使うかもな。23。43な。気になる数字、43。で、全抽出数字を色付けして、2回以上出てる数字を色付けして、で、重複をチェックしてるんですけど、出てない数字が6、11、30。で、6は出てるよ。11、30。挟まれた数字が1、10、16、18、39。1回だけ出てるんだけど、またそれ2回以上出そうな数字ってことで。気になる数字43。前回と前々回使ってるから。で、被ってる数字。過去10回と今後6回でさらに被ってる数字はこれ。で、出ないだろう数字が1。重要数字が、被ってる数字ね。で、重要数字は、ボーナス数字。参考回を全部目立つ数字は、これでね、2回以上出てる数字をチェックすると。で、前回の数字からの連想展開。これ紫で示したところが、空白地帯だったところ。で、並べると、こうなって、連想展開から導き出された紫の部分がこれで、さらに整理するとこれだけありますよと。そうすると、それをさらに整理した数字から、数字を作っていきます。この連想展開、前回の数字からの連想展開を見ながら数字を作っていきます。どうなんだこれ。43?43? 39、38、37、36。
38、36、37。ああ33、30、41、こんな感じかな。あ、1がなくて2かな。2、4、5、2、4、2、5、4、5。あ、11、12、14、15、16、17、4、18、2、19、2、15、19。37、19、18、28、23、16。2かな、やっぱな。2か3もあるかもしれないな。3、3、2。2、3、11、12、15、28、3、2、8、14、3、6、2、6、15、19、33、39。こんな感じだな。17、24、29。こんな感じ。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。